ホワイトハウスのカービー大統領補佐官は25日、イスラエルとレバノンの新イラン民兵組織、ヒズボラの停戦交渉が前向きに進んでいて、近く停戦する見通しだと明らかにしました。カービー氏は会見で、停戦の実現は最優先事項だと強調したうえで、交渉はまだ続いているとして、停戦案の具体的な内容には触れませんでした。 停戦案は60日間の停戦期間を設け、イスラエル軍は撤退し、ヒズボラは越境攻撃が困難になるレバノン南部リタニ川の北側に重火器を移動させるという内容だとされています。ロイター通信によりますと、イスラエルは停戦案についての閣議を26日に開く予定で、 36時間以内にアメリカのバイデン大統領とフランスのマクロン大統領が停戦を発表する見通しだということです。